どうも、ロースビーフです。ということで、今日はハイターナルクロス2の聖国級かな、やっていきたいと思います。で、メンバーこれ、でやっていきたいと思います。まあ、一属性3体か、サブクエか。サブクエが10問連続、妖精と術師、一属性に3体かね、っていうこと。まあ、妖精はまあないとしても、まあ、術師があるんでね、もうほぼこれも術師だけじゃないかな、おそらく。まあ、助っ人に関してはね、好きなやつを、選べる。俺アタッカーのね、ルドビカ、選びました。で、1戦目。これね、結構むずいんだよな。で、デイチピー1万、なんですけどね、全体大体300ぐらい。やってくるということで、まあ、今後もね、もう早々に、抜けます。もうほとんどのアンサー回復、まあ、今、緩っちゃいるけども、もう食らったら、まあ、食らわないように、していくので、早々に、抜けちゃいます。まあ、一属性3体以下、あるんで、まあ、主力となる、まあ、水輪さん、として、まあ、残りの日を何にするか、ということで、まあ、ボスがね、一応赤なんで、まあ、雷をわざわざ入れる、べきでもないかな。まあ、水のね、強敵とかがいればまた別ですけど、どうしてそういうのも出てこないんで、普通にね、赤でしょ。いいと思います。まあ、赤もなるべくボス戦まで取っといて、まあ、一旦も倒れずに、がないので、なんか自爆支援とかね、そういう関係で、火のね、遅延とかも、釣れると思います。ただ俺の場合ね、火の遅延がね、バレアキラしかいないから、ちょっとね、連れていけなかったしょうがなくね、チェルシーを、選びました。で、2戦目。左1万2000、右6000、なんですけど、右のやつがね、毒、やってくるっていうこと。これ食らうとね、ちょっと厄介なんで、もう右をね、もう早々に倒しましょう。まあ、状態以上回復があればまた別ですけども、あったとしても、絶対ね、もうこの場合炎があると、黄色、もう黄色で倒せるっていうことで、まあ、炎はやっぱ入れた方がいいのかな。で、まあ、腐食も来てると。まあ、腐食も来てますけども、まあ、正解ね。まあ、何単位内っていうのがないから、まあ、10問連続さえね、10問連続正解さえできれば、まあ、問題はないんで、まあ、全問正解、まあ、あとさっきも言った一体も倒れずにがあるんで、結構まあ楽、まあ、そういう意味ではそこまでガチガチに縛られてないのかな。まあ、術師は確かにきついにはきついけど、まあ、水の場合は確かに戦士とか、まあ、火の場合だったらね、戦士の方が強いですけど、水の場合だと術師の方が、美術師周りの方が結構かなり、ね、強いんで、そこまで苦になるような縛りでは、ないのかなという感じがしますね。雷の場合は、雷の選手もいないからね、セーラームーンで思い出したの、思い出しましたけど。で、これ宝箱がすごい。で、これもったいない。これも集めなきゃいけないんだよね。まあ、これではないのかな。豪華な宝箱はなんか集めなきゃいけないっていうことで。3戦目ここがね、ちょっとね、厄介なんだよな。左6000、真ん中1万6000、右8000ということで、ただなんか右がダメ風呂2000、真ん中行動2ターン、右が水属性ガードとか、ね、すっごいなんかいろいろね、やってくるから、もう、残りターン数が少ないやつからね、もう早々にね、もう倒していった方がいいかな。こういう時にね、炎がなくなるみたいな風に立ちますし。でも水は水でね、まあ、雷入れるまでもないかな。HP8000 なんでね、まあ、同族でも十分、削れると。それぐらい削れる、アタッカーがいないなら、そもそもここはね、クリアできないと思うな。まあ、真ん中ね、1万6000ですけど、これはないですよ。行動2ターン。これ食らうとね、本当はね、食らわないのが一番、なんですけど、まあ、2ターンだから、しょうがないのかな。死にかけてますね。
でね、これでおかしいところ、これ本当はね、これでもリターンなので、本当はここでね、あの状態異常回復ってなってる、異常封印か、解除されてもいいはずなんだけど、最後のターンはね、完走されないんだよな。これどうにかしてほしいよね。本当はね、2ターン経ってんのに、これがね、ちょっとうざいんだよな。まあ逆に、リジュネートから最後のターンに使えば、一旦多く使えるとかいう、まあ戦法はあるっちゃあるんですけども、で、ボス戦両端1万で真ん中12万、で先制で、右のやつは毒、これをね打たれちゃうとね非常に厄介。本当はね封印ね、あの状態上キシャラな回復でできるんですけど、ここでね、回復したいと思います。毒もね結構厄介なので、ボスの攻撃も、そこそこある。でこれ復職たまたま来てますけども、でこれ見破り使って非常にいや、でスキル反射先制ではないんですけど、ボス自体がねスキル反射してきてね、これがもうね非常に厄介なんだよな。でもさっき言った通り、あの全問正解がないんで、まあ、間違えてもいいっちゃいいんですけども、まあゆっくりで全体にこいつが全体に500、やってくると、まあそこまで確かに威力としては、まあスキル反射はしてるけども、そこまで食らわないのかな。なのでまあアンサー回復1体さえ入れれば、問題ないのかなと思います。でまあベアードさすがに同族の場合はね、バイクラッチャーに死んじゃいましたけど、これまた復職踏んでますね。さすがにキセラは死んじゃうと、でここからねアタックをしていきましょう。特別系の戦法もないんだよな。ただね 60% ね以下になると怒り、これになるとねあの封印打ってきます。なんでこれくらいとねとんでもないことになっちゃうんで、これもうね自爆遅延、した方がね多分いいんじゃないかな。ここで交代とかね、あのもしくは炎が遅延がいた方がここでね、いいと思うんですけど、水抜けると確かに主力が抜けちゃうんで、まあ、確かにやっちゃ嫌なんですけども、ただ封印されるよりはマシかな。3体でもね、だからあの火力、重視の方が、いいと思うんですけど、これ怒ったら封印、あの怒ったら遅延、倒すと、まあそこまでボスはそこまで強くない、道中の3戦目の方がなんかうざいよねとか、食らわずにっていうのを、やるのが重要です。でサブクエ全部クリア、妖精に騙されないよね、術師強いよね、連れていきましょうね。でまあゴールドやら経験値もあって、で1回目から報酬、一応見ましょう。ルイミとかなんかね、いろいろもらってますね。ハイエーテルだったり、あと歯車、これが何だったかな。ちょっとお知らせはね、しっかりしか見てないんで、いいでしょう。ということで、エターナルクロノス2の。